たいと思います。それでは、今年の MVP は190票、宇野澤雄二選手です。で、今年ももらえると思ってなかったんで、今ちょっとびっくりしてすごい嬉しいです。サポーターの人がいて僕たち選手がプレーできるわけで、そういう人たちにこうやって評価してもらえるってことは選手として最高の喜びです。ありがとうございます。